れた田舎の街の窓の向こうにまどろんでる。ベッドでは親父が眠る。まるで赤ん坊に戻って おじいちゃんお腹を切ってお薬で眠っているんだよ。心配そうに覗き込む俺の二人の子供たち。白い地図が78年の旅の重さを包んでいるのか。あんたの旅の途中から歩き始めた俺だった。部屋に冬の日差しが溢れてた。俺のすべてをぶつけて乗り越えようとしたあんたは赤ん坊に戻って眠り、俺二人の父親に。おうおうおう、大輔くんお父さんがいつかこんな風になった時、優しくしてくれるかいと聞いたら答えず泣き出した。白い質が78年の旅の重さを包んでいるのか。あんたの旅の途中から歩き始めた俺だった。部屋に冬の日差しが溢れてた。